在日本朝鮮労働党同盟は、戦前の日本の内地に存在した労働組合の連合体。略称は在日朝鮮労働、労働。1919年3月にソウルで起きた3.1独立運動を受け、朝鮮総督府は、同年4月より、朝鮮人の日本内地への渡航に制限を加えて、いたが、1922年にこれが解除されると、 朝鮮の農村から日本に働きに出る渡航者が急増、1920年に約4万人であった、在日朝鮮人人口は1925年には約20万人に達する勢いであった。折しも社会主義運動が広がり、1922年11月、東京朝鮮労働同盟会、翌12月大阪朝鮮労働同盟会が生まれるなど、 労働運動と労働者の組織化が進んでいった。こうした中、1925年2月22日、大阪7、東京3、京都1、神戸1の在日朝鮮人労働団体が参加して、東京で創立大会を開催し、在日本朝鮮労働総同盟を結成した。大会は、日本労働総同盟の1922年綱領と、ほぼ同趣子の綱領と、 8時間労働制、最低賃金制など5項目の主張を採択した。委員長は、利権、中心的活動家に、共産主義者の近天会や牧省次らがいた。同年7月、老武佐の地方組織として、神奈川朝鮮合同労働会が結成された。1928年5月、近天会が中央執行委員長兼葬儀部長に就任した。 結成された1925年の10月の組織人員は1220人であったが、1927年4月の第3回大会には3万人を超える飛躍的な発展を遂げ、昭和金融教効果の一連の葬儀を指導した。他方、老部差は朝鮮共産党日本総局、新幹開始会や日本の左翼団体と協力して、労働運動ばかりでなく、独立運動をも、 活発,発に展開した。最盛期には4万人を超える労働者を組織し、在日朝鮮人の労働運動、民族運動の中心であった。朝鮮後の機関し、朝鮮労働、現段階などを発行していた。1928年3から4月のプロフィンテル第4回大会による、日本労働組合評議会、在日本朝鮮労働総同盟の合同勧告に、橋を発し、 1929年、日本共産党指導下の日本労働組合全国協議会への解消が提起された。共産主義者金とイカリラは、労働者は祖国を持たない立場から民族的闘争を放棄し、労働者独自の運動に戻ることを主張し、労争解消を推進した。一方、同年7月、在日朝鮮労総監党協議会で、 川崎と横浜の代表が解消に反対、その後、東京の老部座と川崎、横浜の老部座の間で内下馬事件が起こるに至った。同年12月14日、全国代表社会議は全協への合同方針を決定。老部座を解体し、工場を基盤として、組合を産業別に、再組織化、産業別闘争を進めるとともに、全協内に設けられる、 朝鮮人委員会が朝鮮人問題の指導に当たることとされた。1930年10月、ローブサは解散し、全協に再組織されたが、組合員数は2600人に激減していた。AB 町村隆史、戦前期における在日朝鮮人メディアの形成と展開、内務省警保局資料を中心に、一橋大学研究年法、社会学研究40、 2002年3月1日、P1 億8219万5196、AB 水野直樹朝鮮独立運動日本代、百科全書 AB 大原クロニカ、社会、労働運動大年表解説編、在日朝鮮労働総同盟、労戦9 2 2 5 22玉巻疎金、展開日本代百科全書。ありがとうございます。